めっちゃすごいそれ。名刺が今切れてて。私もなんですよ。名刺切れたんですよ。そうなの。え、作ってないの？隣に、私してたら、俺の方がいいかな。これ何？本当だ、すごい。ね、みんなやるの行く方じゃあ大丈夫とか言って始まったかな。これもいいですか、先ほどもらって、すいません。これって今私がタグ付けしたらそちらにお知らせっていうのが行くものなのかしら。あ、始まってる、やばい。 Hello everyone, my name is Amiko. I'm a photographer based in Tokyo みたいな。I'm in 中目黒。よいしょ。お花見です。これ私のページ。これ、小杖さんのページでも見れてる。自分のページも。これも私のページだ。今日は実験です。いろいろな実験をしているので、あまり皆様お気にせず。じゃーん。はい、ないない紹介あー、すごい綺麗、ね、日光のこのあ、なるほど、いいね。逆光じゃないから、あ、すごい、ここで見れて面白い。ちょっと遅れるんだね。そう、ね、そう、ちょっと結構時差が、うん、結構ありますね。すごい、うん、ね、やっぱ絶対、私いつも窓正面にこれやってるんですけど、肌の愚痴です。大事なポイントで。大事。面白い。あ、すごい。なんだっけ、お手伝いするとしたら何をどうするの？私も何をどういうのがオンライン個展になるかまだ分かっていないもので、それを軽く話しながら、なんかこう、ただの作品の紹介をさしながら写して、でほらワークマンも、
結局このパソコンの高さがここじゃないですか、低いじゃないですか、で写真の高さはここじゃないですか。で考えた時に iPad をクランプで三脚にクランプをつけて、で iPad が私が立った位置で見れるようにやったんですよ。でそうすると私が立って作品を説明しているのを iPad で写すんだけど、でもそうすると録画の保存とか iPad の容量とかあるし、 Facebook ライブがそもそもできないから、ここの今これに自分が iPad で入る、この Zoom に入ったらここに私がいるみたいな。本当に昨日一人でずっと家でやってたんだけど、例えばだけど撮ってもらう人いたらいいじゃない。えでもそんなずっとそんな申し訳ないし、なんかそれ私が手伝えると、毎回ね同じ人が、うん、その時来てくれた人が喋ることだけに専念したらいいんじゃないか。いやいや、もう三着そこで置いときます。iPad を自分が入るこの中とどうなるかやってみてよ。で今全部その Wi-Fi がないから Wi-Fi じゃなくてこの自分のテザリングでやってるんですけど、テザリングだとそもそもどのくらいのギガ数を1日で使うとか、1時間とかで。でもポテト Wi-Fi があれ、なんか今のあれなんですよ、電気屋さんに行ったら元のお金、そのポテト Wi-Fi 自体の本体代をまず買わなきゃいけなくて、月々3キロ。あ、そうそうそう、レンタルついて、レンタルがあったかと思って。ね、ちょまだ聞いてないから。でもこれ今60ギガ両方で使えるから。あ、すごい。でこれもそのプラス1000円払ってて、これだけですぐインターネットができる状態にデータプラスってやつしてるから、でも1週間くらいならもしかしたら、そう。ね、で MacBook Pro でしょ、 iPad Pro でしょ、 iPhone 11 Pro Max でしょ、あとこれまだ全然使える、これの前のその MacBook ちょっとちっちゃめのやつでしょ、あと昔の iPad が全然あるから全部使ってどうにかできないかって思ってて、そうだ、私がここにあれをしようと思ったんだ、チャットここに入ってくださいみたいな。そうそうそう、これをこれを Facebook に書いたらいいのか。Facebook の自分の自分で何やってるかだんだん分かんなくなってきた。私はなんか形変わった？Facebook ライブをやりながら Zoom やる。そうです。むしろ Zoom から Facebook ライブに飛ばしてる。これでも Zoom やってる？ここでジョインにして、で多分ここに入れるんです。これで自分がここから、何今の、シュルンって何が起きた？マックだけシュルンって、そうこのコメントこれをこうして、コメント見れない、なんで、オンラインにしよう。会場はもう延期ができないから、飾り付けはするんですね。そうそう、展示はさせてもらって、うん、でそこに私一人いる。入ってもいいんでしょ？
え、だからもうもしなんか来てくれるなら全然来てほしいけど、ただ混雑してる感じとか、その一つの空間に何人も人がいるような状況を写真で残したくないなってこの時期に思ってたよ。実はいるけど、いるけど、それすごい。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 ものすごい人さん。なんでコメントが見れないのもないかって。私はね、どこであるかわからないんですけれど、アビサマっていうパビリオンがあるんですよ。アメリカの中で、もともとはアニメとか、漫画とか、アイドル文化とか、ゲームとか、そこからまず気がついたんですけど、そのうち目の超えたアメリカがもっと日本語を増やしたいと言って、そのフィルパビリオンじゃないんですけど、そういう伝統文化をやってきる人だけを集めたパビリオンを作るっていうのが10年ぐらい前から始まって、でそこに、フランスと日本を取り持っている会社があるんですよ。日本にあるんですよね。でそこの人がたまたま自分のホームページ見てくださって、声かけてくださって、出ませんかって言われたんですけど、私もその、渋谷のスタンダードを応援ですので、はい。パフォーマンスグランプリ。さっきありましたね。ショートラル。見ていこう。
森見てる人、うん、そうそう森見てる人、うん、そうでしたか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 、そうですね、やっぱりね、スポットアウトっていうのがあって練習したのが違うのがステージで、ハーモニー的な、ハーモニー的な、スポットライトがないと、スポットライトっていうのを、ここにその人だけが歌うだけで、2人はギャラリービューにしてもこれは変わらない。入れ文字が変わらない。今は文字が変わらない。すごい2画面だ。すごい2画面だ。2画面になったかっち。2画面になったかっち。すごい。すごい。こっちはなった。こっちはなる。でもこっちもナリービューだから。ギャラリービューだから。すごい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 。もっとこう作品しながら、作品しながら動く。いやでもそれどうしようかな、でもそれどうしようかなと思って、確かに確かに、そう、録画とかフェイスブックライブにしてるのがメインで、で固定で固定で打っていくで、別にビデオ、別にビデオ全体を全体をで、でこれを三脚で三脚で手の口で、で、でもこれ画質が悪いんですか、画質が悪いんですか、聞こえないんですか。じゃあこういうのもあるけど、画質が悪いのは悪いから、新しいアイパッドを新しいまたボタンと一緒にまた2020年に向けて向けてとか、
何を撮ってるパソコンのところで何を撮ってすごいね、やっぱ逆光気になる。あ、まあ、でも照明焚いて、ね、そう、あそこすごい明るい、いい感じ。そうですよね、まあ、窓からの光に対してはいいんですけど、自然光入れるのかな。作品どうしよう、なんか最初もう一つの壁だけめっちゃ完璧にすればいいかなとかちょっと思ったんですけど、もし何か誰か来てくれるとかちょっとやめちゃう。せっかくだし。もうでもオンラインじゃあ、個展はやるけどオンラインのみですみたいな感じにして、そこには来ないです。にするか、一応これを作ってみたんですけど、意味わかります。ね、海外向けにウェルカムとかってしなければ、海外向けにはもうオンラインで、ね、そんな感じでなんか事前予約制みたいな、事前に LINE アットから連絡もらえればっていう意味なんだけど、伝わる？あ、ちょっと分からなかった。これあれここだよね。そうそう、これはごめんね。オンライン個展がコンタクトする株っていうのを持つの。会場に来る場合って話、これ、うん、あ、そうそうそう。それもう少し分かりやすい場合。なんて書いたら分かりやすいかな。要は会場にいらっしゃる場合はっていうか。そうなんです。ネットが混むのかなって思っちゃった。あ、本当ですか。あ、そっか、ネットはもう1000人までいけます。いけるね。そっか。ご来場の場合は、ご来場の私もずっとその言葉が出てきた。ご来場、やったー、ご来場だ。ご来場ずっと勝てなかった。ケンちゃんもなんかなんでここからどうしてすごい長々とか言ってた。もしこの場所に来る。そばめっちゃ取れる。そうね。ね、だからご来場はもう基本事前予約のみです。ご来場は事前予約して書いたら、あ、じゃあ予約すればいけるんだ。ちゃんと配慮してるんだなって伝わる。もうそれだけ伝わるよね。これここ行かすんだったら混雑緩和のためご来場の際は事前にご予約くださいとか、まあ、ご連絡くださいって言っておけば、うん、なるほど、もう言わなくてもコロナのことになっていう。なるほど、人見知りだからずっとそれにしようかな。別に来なくてもいいよ。やるけどね、みたいな。知らない人そんな来ないでしょ。そうですよね。そうですよね。もう来たらどうしようとか思って。来るけど。タカさん、めっちゃ来てたじゃん、いっぱい。でも知らない人はそんなに数えることじゃない。10人ぐらい。知らない人と喋るんですか。うん、だって知らない人入ってきて誰だろうと思って話しかけないとね、やっぱりね、そのもつなげて。高さんもギャラリーに届けられたんですか。そう、高さんが紹介してくれたの。そういう流れが。そう、去年の、うん、あっち11月。そうだそうだ。11月。そう、すごかったのもなんか書道なんですけど、うん、書道だけじゃなくて、うん、なんかレジンとか使って立体的になったりとか、ね、あ、そう、あと写真に描いたりとか、ねえ、写真っぽくなってるかもしれない。なんかクイズみたいな書だったりとか、漢字？なんて書いてあるみたいな。なんて書いてあるでしょうって答えられなかったの。あれね、私ね、本当創作くじを崩して買ったから読めないです。すっごいいっぱい書いてた。その中の人も。いらない。そうそう。見てた。ね。
年に移る。そう。なる。もう時差がさ、あ、本当だ、つけてるね。できた、できた。中さん、メイです。超かわいい。なんかすごいね、実績とかってやっぱすごい大事だね。おかげさまで昨年いろんな実績を積ませていただいたすごいよね。だって本も出してますもんね。あの本すごい。いやいや、私が書いたわけじゃない。私、文字提供です。謎りお手本の文字を。あと最近あのテレビに書いてるみたいな、うん、あれも文字提供、テレビに書いてる、テレビ、あのウェブテレビで、あの10代向けの番組なんですけど、ちょっと硬い話をする講座の時にホワイトボードにレジュメを書いておく、ああそれも、で今日はこれ書いてる、そう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 、面白い、どんなところから探してる、ネットね。ペーチルコさんホームページないよね。あるっけ？あ、見たかも。ホームページ更新、最近ちょっとワークに変わってくるみたいな。でも全然更新追いついてない。ブログの方が更新されてる。ああ、ね、アメブロすごい。ブログが。で、キーワードで引っかかる。パパもいろいろやってるかもな。いろいろ幅が広いんですね。ちゃんのところは何年もう教室開校した当初だから4年、最初の頃から、どれくらいいたんですか？1期で3期で最初で5期からスタート、その後プレミアムだったり何だったりいろいろある、なんかよくわかんないね、いろいろあるね、いろいろあって、ね、ずっとぐるぐるした感じ、ずっと低迷してて、すごい、だから私はほらその前を知らないから、うん、ね、すごい。お花見の去年の花火だよね、初めて会った。そうか。あれなんだ。場所取りしてた。すごい大きいブルーシート持ってきてくれた。すごい、偉い。大きいブルーシート持ってきてくれたから。こんなんなりじゃないんだけど。すごかった、すごかった。なんか体育会系っていうか。ジャージ、ジャージ。近いかな。どのぐらいの大きいな、花火大会になったんですか、うん、何人ぐらい、でも、十何人、あ、すごいすごい、え、でも、シートだけは全然30人以上すごい、すごいシート、すごい大きいシート近いんですよ。あ、そうなんですか、あ、そう、住み田区で、私、元々住み田区だった、あ、なんですか、小学校とか、小学校で、小学校で授業で、すごい。市内じゃ、そうなんですか。江戸川区。江戸川区です。でも、同じです。錦糸町の毎月行ってます。今も、うん、アートクラブやってるんですよ。墨田区のでアートクラブを有志でやってるんですよ。あの、なんかすごい絵の上手な方たちの集まり。なんか、すんごいレベルの上手な方たち。そうなんですよ。もともと皆さんジャンルバラバラなんですけれど、あのもしシンプルにデッサンをやろうって言って、私も書道家なんですけど、でもデッサンがやりたいってずっと思ってたので、でデッサン会、ラフ画もやらせてもらったりとか、たまにフィールドワークやったりとか、で毎年銀座でグループ展やってるんですけど、それを墨田区でやってるんですよ、毎月。
金賞なんですよ。誰かが教えてくれるの？一応もともと美術の先生だった方が一応会の、まあ、一応自分の方なんですけど、でも基本的にはもうどんどん自由に変えてっていう感じで、終わった時にみんなで公表し合う同窓会みたいな、どこかに近いです。でも集まってる人のレベルは結構高いんで、すごいレベル。銀座の京橋がギャラリー久保田っていう新鮮ところがあるんですけど、そこで毎年展示会やって、でも本当にうちの会のいいところは、もう名だたる人いるんですけど、皆さん本当に腰が低くて仲良くて、2時間本気で書いて、その後3時間本気でお酒を飲みました。でその飲み会にそう参加してくれた。みんなめっちゃついてくれて超楽しかった。私、ありがとうございます。ああ、太田さん、太田コシコさん。私、太田コシコさん、初めて会ったんだから、銀座。ああ、あそこの個展やってましたよ。そう、トッピーさん。そう、トッピーさん。仲いいです。次長男、同級生。ママ、最近、あんまりご縁ないですけど、結構、長男、すごいの。絵画教室を住みたくてずっとやってらっしゃる方で。すごいよ、びっくり。ピーさんつながりました。でも9月会とかね、なんかいろいろありそうですね。トッピーさんは最近はちょっとお会いしてないんですけど、でもまた最近トッピーさんすごくいい映画を見ましたので、ね、日陰でもね、すごくいい。で、多分また墨田区の展示会を毎年やってらっしゃったり、また個展やってくれるかもわかんないですけど、お会いしたいなって気持ち、ちょうど思ってたんですけど、うわーって思いました。会わなきゃって。そうですね。会いたら面白いね。そうですよね、なんでって。なんでって言うんですよね。面白いと。そうですか。すごかった。そんなこと聞いたことなかったんで。それでここの音が入ってる。私の音は、そうそう、卒業の時に、卒業生に配るものを、太田さんがデザインして書いてくれて、で、かわいい。かわいいよ、本当にかわいい。学校の校舎。書いたの、何で書いてくれた？鉛筆じゃないんだけど、これはなんだっけ。トッピーさんもジャパンテストで出てます。そうですか。2014年から。そうですか。やばい、そうです、かわいい。すごいね。これ、もともとこれ。疲れる。やってた。そうですね。すごいよね。本当にすごいです。すごい好きなやつがある。最近子供ができたせいもあるんですけど。これ、この結構ワンちゃんが。実物よりも。本当ですか、面白いですね。すごい。それは貴重だな。タイムラプス。海外に一番鉛筆画なんですけど、はい、こっちは絵付けの方ですよね。そう、海外の方、その子はカナダの子 で、ね、ニュージーランドに住んでた。動画です、ね、あ、なんか海外の中に行ってましたよ。そう、あれ、カナダの子が、まあ、日本に来たり、カナダの日本に来て直接。で、その子がニュージーランドに住んでた時に、他のうちの方と来てる猫ちゃん、自分ちの子だと思って、飼ってた。ニュージーランドからカナダに引っ越すときにそれが分かったから、じゃああとはお願いしますって言って話してきた。結構欲しいって言ったらいいですか。そうですよね。ただ猫ちゃん亡くなっちゃったときに、自分よりもさらかいです、その方にもあ、よく来る。ちょっと光が当たるけど。やりたいよね。
からそうそうそう、日本に来たら、うん、英語が喋れるわけじゃなくて、いやなんか実はみたいな。もうそれだったらなんか頼むな。最初なんだっけ、アトリエだっけ、ラベンダーだっけ、どっちやの布が乗ったところは焼き付いちゃうと落ちないので、うん、白く残したいぐらいだと思ってるんですよ。だから彼に入っちゃった。彼に入っちゃった。あれ？どれ焼いていて欲しいなと思って。ね、書いて焼いたら素敵じゃん。ね、みんなコラボーやばーい。どれ？どれ？ちょっとしたちゃんとした画面共有。あ、なるほど。画面共有。これインスタを見てる。今インスタ見てる。はい。そう。これで、この大きい画面で見れる。ああ、いや見れる。このベッド。時差がある。有料なんですよ。私が有料。でもね、普通の有料でしょ。なので、ちょっとレッスンとかね。ちょっとさ、画面と、あと手元のスマホを。
おー、披露宴で披露宴で起きて依頼されて、メールを2人に最後入った、ここに入って、で、入って、写真見せてもらう。収録配信なんだよ。ちょっと違うな。最近ちょっとでもそういう作品考えないと思って、皆さん喜んでくれるのかな。カメラマークは何私もこっちに IGTV 載せればいい。そんなことできないんだっけ、全画面。え、ギャラリービューできない。意思表示が手を挙げるみたいな。これくらいしかできないの。え、フェイスブックライブでなんでこれがその…手をあげる。手をあげる。手をあげる。え、でもこっちに見えない。その手を下ろすんだって。手を下ろす。そんなことないんだ。ないのかな。Thank you.
これってこの今画面見えてる。なんでここの画面少ないの？すごいなんか全の世界感じがします。そこで見ないといけないけど、なんかやっぱりスマホは全然違いますし、うん、すっごい遅い。これがそうでしょ。スローモーションですね。全然違う。すごいスローモーション。なんでこんなスローモーションなの？ぴったり。それがすごい。見た人はどう感じるか。こっちはここだけスムーズ。でもこれがスムーズでも映ってる方がスローモーションだから。そう、ライブだとちゃんと撮るのに。なんでこれ録画だ。まあ、おいしそう。そしたら私がさ、こうやってオンラインコテンでさ、めっちゃバーって喋ってるやつとか、うん、全部さ、ね、でもさ、この間でもライブだったらちゃんと分かる。あ、確かに。録画を映すと、19歳してほしい。すごい。こちらで普通に流れてるのに、ズーム使ってやってるじゃん。ズーム使ってやってるじゃなくて、ズームの録画はもうクラウドかなんかに入ってるから、して保管してるから、それをライブで流すだけだったらさ、違う。ズームでやり実況しながら、なんかこう。ね、フェイスブックライブを上にどうやって画面を流すか。そこちゃんが分かんない。私が分かる。それできるの？基本が書けないので。そう、むしろ別にライブである必要がないんですよ。ライブそうだよ、ライブである必要がない。
ただ流してライブライブはコメントとかこうやってこのやり取りを見ながらそれに対して答えするみたいなのがライブ。動画を配信どうしたらただの YouTube なんだよね。すごいこれ綺麗綺麗です。綺麗です。これだけ近いなと思ったんだ。ハチクレイン2なんちゃう名前は。なんか写真でさぁなんかどこがどうなってるのかよくわかんない。これでしょ。そうなんか来たいなと思った。もういいわ。300万入ってあります。全然まんまいい。うん、すごいリアルなの。特にこの動画、本当超リアルなの。すごい綺麗。すごい綺麗。なんか目が優しい。爪とか、すんごいリアルなの。あ、こういうのね。これ、求愛ダンス。こうやって、タンチョン、そうそうそう。あ、子供、子供。子供なんだ。子供でもうすぐ親が出てちゃんと親子で別れるの、みんなでバーって飛んでくるんだけど、ちゃんとその親子とかカップルでスーって別れるので、餌一緒に食べて一緒に飛んでくる。なんか見ててめっちゃ面白かった。こんな感じだったよね。これ川。誰か行った方がいいね。あ、そうだ、一人でさ、一人でさ、なんか、なんか、喋りづらそうだな。かわいそうでしょ。だから、ここに入ってたんですよ。この、誰かがいてくれるって思うだけで、これはこうで、この時はこうで、とか言って、このテンションで言えるんだけど、家で一緒に喋ってるときは、これがこうで、難しいよね。みたいな感じで。何これとかって言ったら、そうそう、言いやすいよね。そう、言いやすい。本当に。もうここに小杉さんの写真、顔写真があるだけで多分私もテンション誰かがいてくれるって思えばテンションが、だから5点でそのギャラリートークを誰もいない会場と一人でやると相当なんか暗い思うですよ。楽しい。やっぱ誰か来ても。何日か一応14から20。で、毎日やるの。オンライン個展。だからどうしようかと思って、これをなんかその考えたのが、その12時に英語でやって、14時に日本語でやって、17時はインスタで。やろうかなって、そうそう思って、いやなんかせっかくその場に自分がいるのに、なんか、でもしつこくない？だってほら、見てる時間違う。わかんない、でもその、なんだろう、でも2時ってみんな忙しいですか？まあ、でも結局24時間見れるって。海外時計はどうなの？時差とかさ。時差で一応考えてこれにしたんですよ。アメリカの友達が多分12時とかなど見れるし、こっち17時はヨーロッパの友達が見つかばっかとかする。やっぱ日本人の友達はみんなどうせ働いてるし、どうせ忙しいから、どうせとか言わない。どうせみたいな。何時にいつもみんな見るんだろうね。これオンラインでさ、ライブしたのは、また録画して、YouTube とかで流す。あと24時間は多分 Facebook 上にも出ます。でも結局タイムラインでどんどん流れていっちゃうから、まあ、その時にね、パーティーだったら書いてて多分見ない。私のストーカーでないかしら。でも録画ストークじゃん。YouTube で、でも私の YouTube 登録数30人です。パコさんは何やった？あ、そうだ、洗ってるやつやってた。ああいうのすごいと思う。意外と知らないですよね。そうですね。YouTube ってどうなんで、反響。まあ、残るからね。残るって感じです。なんか何年か前に、
何件くらいしか出てない何年か前に食べた。あれ何年か前なの、うん、この前やったかのように感じた何年か前あやっぱそれすごいいいね確かにうーん急なにタカさんのなんか YouTube って言ってくれるのがまとまってる YouTube ってことでも多分まとまって見てる人もらえないタカさんのページで出るよたまたま見つけた人を見るタカさん、何の検索ワードで出る何だろう SEO 何にしてるタグとかわかんないじゃあ、YouTube の名前初動っぽいってこの手で見てたかなで組ってかなでって平田なんだっけ出た出た、うん、いろいろあるあこれだ動画くれたらいいこれパフォーマンスじゃないあそれそうそうこれ光だ、ね、これ本当に天才だと思ったこれ本当にすごいこれ何分くらい何結構長いよ4分、そうでもなかった。そうなんですよね。燃やしちゃう。あれって製品ってこと？そう。これ誰？これは、これこっちか。これだから何年も何年一番最初の頃に書いてあるから書いてるところが見えない確かに確かにそうねえねえそうなのだねまだ小さきもねこれちっちゃいやつねあ隠れちゃうこれがすごい背中向けてこれが嫌で、本当すごい後ろがちっちゃくそうか、手で隠れちゃう隠れちゃうんですよ、でもちゃんと結構高いところがあってすごい青毛から自分が見れないんで、うん、人ここでちょっと、これで十分ですね。ちょっと綺麗なんだから。え？はいはい。はい、じゃあこれは南房総だ。南房総、種山。どういう人たちの前で？これは南房総市の地元の人たちなの。移住とかの人たちそれの一環で文化祭とかいろんな勉強会をやったみんなで学校の場の話をやったんですよ。で地元の人たちが来る、移住者が来る、でつながりができたらいいよね。こうやって最初に書いとくものって全く同じ？決めてるの？このこれを書くみたいな。それをそのまま書くとか。練習もいっぱい。へえ。そうそうそう。素朴な疑問。お家で素朴な疑問。これ犬こっちが。でも本当だよね。犬に髪がってやる。あ、それはね、やられないか。あ、ゆっくりゆっくりやってる。ね、犬のしつけ指導も怖いのか5匹ですよ、5匹暮らす、ねえ、すごい、これは
カリ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 で、一人って練習する。最近のコロスって皆さんプリンセルするんで、海外そう確かに子供たち終わった後海外最近やってるんです。確かにずっと混んでるもんね、ああいうところって、なかなか取れない。確かに、そうなの、そうなの、ね、今子供たちの教室でもう少しやった後、パフォーマンス教室やってるので、そう、立てて書くのってさ、金沢なんとかさんって書くのって、どっちが書きやすいの？床の方が書きやすいです。絶対書く、圧倒的なんで。でもすごいよね。てるためにそう。だってほら地べただったら見えないじゃない、うん、あが出来上がるまでは、うん。でもこれだと書いてるその時に見えるから、うん、でも、その筋筆だと重さが重さで下がるんで、ちゃんとなかなか書くから難しい。すごい力ですよ。ほんと大したいのかな。これは垂れないもの。え、そんなのあるの？炭じゃない。何？炭じゃないの？炭じゃない。これ。え、衝撃。何？え、同じの使ってみる。私は、え、これ企業秘密？企業秘密？全然、多分みんな使ってる人多いと思う。ね、入ってる。私はね、炭でやるんですけど。私はやります。でも、濃墨使ったり、もう最初から絵を描くと想定にして、薄墨ももう結構どっぷり使っちゃうようなタイプでやるんで、OK ですけど、文字をね、しっかりつけてくっきりしたいことで。私も最初は濃墨使ってやってたんですけど、どうにもやっぱりダラダラ落ちるんで、これはアクリル絵え、こんなに大量に？そう、こんぐらいのアクリルあって、水でちょっと溶いて。へぇー。早くかかっちゃう。そうそう、でも結構な量を使うから、そんなに、ね、すぐには溶かないけど、でも早めに作っとくと、やべえ。腕が痛みそう。すぐ洗うからね。ありがとうございます。すごい。もう1時間経った。これでギガ数がどのくらい減ったかを見ます。ありがとうございます。ご協力。すごい。今ね、キャンペーンでね、キャンペーン今日、うちわだけ先行。うん、3000円でね、あなたもゲットできます。もしよかったら。ここまでね、凝ったものは作れないけど、どういうのせいペンで描いたりとか、いろんなデザインがみたいな感じで仕上げたり、そのもうあげるもの、あ、お皿のあげる10名様数あって8名今日の8時になったらインスタとフェイスブックに告知しよう。ちゃんと計画してくれる。まずは LINE アットでやって、そっか、やっぱ LINE アットって先行なんだね。ちょっと面白いね。でも私ちゃんと使ってないんだ。いや、私全く宣伝したの聞いて、私むしろ LINE アットの方が遅いもん。それダメだよ、僕。ラインアットを成功にしたらいいんだよ。そう、だから今回は先行になるような。で、ラインアット感謝企画。感謝企画。でも普通のパソコンとかでも、前にラインアットに入れたんだし。何日先かし。でも、ちょっと、今日、私だって本当に半日くらいしか。じゃないと、なんか忘れちゃうんだよ。ない人もいるけどね。なるほど。でも、あとから見たときに、メニュー見せるのかなんか時間かかるじゃん。やります。はい。特別感。はい。なんかでも、ラインアップのね、扱いがたくさんあるんだから。あとほら、いろいろさ、プレゼント企画とかって、ラインアップにこうね、編み込んだりしてる、ね。プレゼントないけど、ね。私もプレゼントしよう。今から作ります。今からLINEアットプレゼント企画。何がいい？
何が欲しい？何が欲しい？私でも全部割と公開してるから。絵はがき。いや、別に全然。動画のさ、編集のワンポイントみたいな、めっちゃ公開してたもん。あなたのお悩み、そうか。みんなに同じ情報でも、動画の編集で、誰でも知ったらこれが一番簡単なさ、動画編集みたいなのも、なんかこう、少しで見れるような、あ、自分が編集してる画面みたいですよ。全然だってできない人はなんかこうやって動かす。あ、そうか。おすすめソフトノートに書いちゃう。ノート見てる。そこに一言違う説明を加えるだけでも新しい商品。おすすめソフトもその時で違うじゃん。そうそう違う。だから今のおすすめ。で、今のおすすめ動画ソフトと、それだけだとちょっと。ワンポイントアドバイス。ありがとうございました。Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.